皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もドラゴンボールスパーキングゼロやっていきましょう。はい、今日紹介するのはこちら、真のスーパーサイヤ人4です。さあこちらどういったキャラクターなのか見ていきましょう。はい、なんかねこれ見つけた時ちょっと興奮したんですけど、ちょっとね実際見てもらった方が早いね。真のスーパーサイヤ人4、これバーダックね。これバーダックね。ですね、スーパーサイヤ人 4GT のこれか、こちらです。体の毛もね金色になった状態のスーパーサイヤ人4です。これめっちゃ映像綺麗やね。なんかねゴジータ4となんら見た目ね全然見劣りしないよね、このゴジータ4。ほらめっちゃ綺麗じゃない。実際ねこれでやっていきたいなと思います。やばいね、めっちゃかっこいい、これは綺麗やぞ。ほらよいしょ。じゃあ、トレーニング設定で相手は通常の状態と。じゃあいきましょう。はい、おい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 、危ない危ない、何気に強いとか焦る、危ねえ。マジか、これもしかしたらやけど変身を戻したら多分戻るやん、通常に戻るんやね。これほら通常の悟空に戻れるんよ、これいいよね。で変身したら変身したでまたそれはそれでちゃんとスーパーサイヤ人4になれるっていう、おいおいおい強いやん、さすがセル。じゃあもう一回戻る、おいおいミスター、はー、このチビ悟空も強いな。遅いテル、お前が早い、いやまだ慣れないな、もう一個たまらないとあかんか。こいつは倒してきっちりと、おお何かわした、ここでやるやん。よし、じゃあもう一回なろう、いくぜ。かっこいい、やばい、かっこいい、かっこいいすぎやろこれ。どこやフリーザー、じゃあフリーじゃなくてクーラーか、これメタルクーラーやな。かっこいい、かっこよすぎた。じゃあ他の技もいこうか、おっと、よっしゃ、これはうい入った、いやかっこよすぎる、でも仕留められない、地味にエネルギー派、早い早い早い、これならどうかな、あーっと危ない危ない、っていうか俺もやられそう、危ねえギリギリ、ちょマジかこいつ、危ねえ危ねえ。さあ最後は龍拳でやっちまおう、行くぜ、ゴールド対ゴールド、やばいなこれ、危ねえギリギリ、終えるか、龍拳かっこいい、めちゃくちゃ綺麗映像、これもう全然変わらないやん、そのまんま色変えたみたいな感じ、龍拳
いや倒れてない。5秒で倒す。いや俺が倒される。5秒で倒される。ありがとうございます。おいおいふざけろって、これマジか。ギャグや今の。5秒でちょ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 。もうなんかね、まんまそのスーパーサイジン4を色を変えた感じのあれかな、これはテキスチャーを変えた感じの、だからめちゃくちゃ映像綺麗ですよね。ガードキャンセル、だって投げキャンセルのやつ来る、やるなこいつ。よっしゃ、まあ、そんな感じですね。一旦メインに戻って、ちょっとキャラクターの方も、よいしょ。あれか、もしかしたらプレイヤーカードとかも選んだら変わってるみたいな、こんなことある。設定変更、お気に入りキャラクター、お、これか、変えたら、あ、それは無理だな、これはこれでも絵やな、だからこれは無理か。 OK、 こっちには反映されないと。ショップなどは、まあ、もちろんこれはね毎回紹介してますけど反映はされるようになってますと。よし、ここですね。はい、いやーめっちゃ綺麗。スチュームは今はないんで分かんないですけど、まあ変えたとて多分変わらないと思いますね。これ一人で十分感じかな。えへ。これ一人で十分感じかな。うん。これもしカラーリングしてるならすごい綺麗にカラーリングされてるわ。すごいね。はい。っていう形でね。全部同じセリフ？あ、そうか、ここで全部同じセリフになってるからか。うん、はい、まあそんな感じでね、一応、孫悟空 GT スーパーサイヤ人4を、真のスーパーサイヤ人4というねキャラクターに変更できることができました。は？できることができました。はい、できました。というわけでね、もしよかったら皆さんもねぜひ、キャラクター変更やってみてもらえればより楽しめるかなと思います。ぐだぐだな。はい、まあ、そんな感じですね。はい、またなんか面白いキャラクターがいましたら順番に紹介していきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。それじゃあ、また見てください。ゼロでした。またね、バイバイ。